ザ・ドラムスレッスンプロジェクト TDLP イエーイ。ムムムム、66回目ですね。66回目ゾロ目です。何のムムやったムムあ、そういうことか、今気づいた。ほら、はい、ムムの回でございます。よろしくお願いします。はい、それではですね、いつも通りメンバー紹介いこうと思います。こちらからどうぞ。はい、先日釣りに行きまして変な日焼けの仕方をしてしまいました。ちょっとね、手の映る仕事も申し訳ないです。はい、ドラム講師金子博信です。イエーイ。ドラム講師ではなくバッスリの人ですよね。はい、バサーです。ちょっとはい、そして続きましてこちらもどうぞ。黒シャツを着ると色白が目立つ出口智也です。はい、はい、私勢いと書いて力と言います。北川力です。よろしくお願いします。黒いシャツ着てても黒いです。はい、なんで出口ちゃんの長さにそんな狙ってる感じでもなかったんですけど、まあ、そういうのも全部ほっといて本日のお題は、はい、もう僕がね、とても大好きな日本のスタジオミュージシャン、はい、もうドラム界のサザエさんと言われる。サザエさん、みんな誰も一回は聞いたことがある。ドラム界のサザエさん、多分お前だけやと思うんだよ。で、誰やねん結局。河村カースケ、トメさん。あー、カースケさんですか。はい、カースケさんです。仙人様ですね。いやー、そうですね。日本の仙人ですね、もう。いやー、素晴らしいね、グルーブとかをね、僕らは多分表現できないですけど、はい、でもまあちょっとね、その中の椎名林檎さんの正しい街っていう曲のね、オープニングのちょっと紹介しちゃうんでね。とてもかっこいいフィルインですね。フレーズのね、はい、解説ならできますのでね。はい。じゃあ、楽しみにしてください。はい。それでは、押したら、いけるはい、ということで、今回は、椎名林檎さんの曲の、正しい街という曲があるんですが、その中で、河村カースケさんが叩いている、オープニングの、フレーズの紹介です。このフレーズは、手足が16部で交互に動いているパターンになってます。まず、右手と右足だけで、16部で交互に動かす練習をしてみましょう。叩いた時にしっかり足が上がるようにゆっくりなテンポから練習してみてください。頑張って。はい、では今のこの右手と右足のこのオルタネートに、左手でスネアを入れてですね、まあ、一拍半フレーズみたいな感じでやってしまいたいと思います。でこれが結構このフィルインの、基盤となるので、しっかりね、体で覚えていってください。それではいってらっしゃい。
それでは続きまして、手だけの完成版で、このフレーズは2小節で1フレーズになっていて、1小節目と2小節目がちょっとだけ違うので、まあ、その辺に注意してもらって、特に左手の動きに注意してもらって頑張ってみてください。それではどうぞ。はい、それでは先ほど、チカラくんが叩いてた手だけのパターンに足を加えて、完成形のパターンにチャレンジしてみましょう。ちょっと注意してほしいのが、1小節目の4拍目、左手がダダッと入るとこ、16分2個目ですね。そこの足は、抜いてください、ね、そこだけちょっと変わってますので注意して進めてみましょう。頑張って。ということで第66回目の放送いかがだったでしょうか。イリゾーしましたね。やっぱりね、本物は本当にムムッとうなるようなね、素晴らしいグルーヴで叩いてるので、あの譜面皿だけじゃなくてね、グルーヴの方までしっかりとコピーして頑張ってみてください。ということで評価コメントございましたらこちらの方までよろしくお願いします。よろしく。ということで、次回の TDLP ははい、もうフットワーク鍛えるにはちょうどいい練習ですね。お、ドゥンチタ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 。あ、バンサー。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 サンバキックの紹介です。何なんですか今の。いや、わかんない。まあちなみにあのサンバキックの紹介ではなくサンバの紹介です。サンバの紹介です。はい、お願いしますね。はい。まあ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 、それではですね、まあ結構ね、サンバとか練習してる人も多いと思うんでね、しかもちょっとね、ネットでも流行ってる感じが気持ちするので。ぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、それではチャンネル登録よろしく。押したらいける。久々の真面目会でした。